なるほどね。場所はどこですか？はい、あ、私がしてるね。何してんの？どういうこと？え？カツだ。投票ギリギリまで待つのダメだな。15秒で絶対入れるようにしよう。最後のさ、2秒みたいなの。ほんで。ここ、ここ、ここ、ここ。PC オレンジ。これ好き。実際今の時間やれそうだったよね。これ結構死にやすいのかな。スピード重視押し。はい、詳しい。はい、死体なし。死体なし。最後、O2 にレイシーさんといたんですけど、レイシーさんが黒だったら、やるタイミングはなんかいくらでもあって。うん、エント使うタイミングもいくらでもあってって感じでした、一応。なるほど。はい、僕も秋風さんとウェポンに入ったので、ちょっと秋風さんは白目に見ています。ですね、2人で。俺は心電図に行くより先にもうボタンを押した方がいいって思って、心電図行かずにあのオフィスのボタンを押しました。そう見ました。僕は黒猫は真由子ちゃんを殺せるタイミングがいくらでもあったから気をつけて。気をつけて。何の宣言？気をつけて自分で言うんです。どういうこと？例えば早めの投票でスキップに入れとくので。背後には気をつけない本当。ゲンさんがヘクトリカルの猫さんやるから面白い。はい。期間が足りないっていう警告ですか今の。足りないですね。初手停電、初手停電で10秒の間にキルするっていうのが結構多いなと思ったんで、今回開幕停電警戒で入ったんですけど、であと、うん。後から黒猫さんが入ってきてすぐ出られたのがちょっと意外だったので、でエレクトリカルにだってタスクないですよね。あれちょっと待って、俺エレクトリカル入ってないですよ。ん？あ、ちらっと入ったのは多分私ですね。まゆこさんか。様子見に入りました。何してんのこの人。あ、入ってたのを見てね。うん、あ、まゆこさんか。へえ、うん。普通に色間違えただけか。じゃあいいです。いつも猫帽子かぶってるの黒猫さんだと勘違いしたんじゃない？ああかもしれないです。今もう頭しか使ってないんで。あと一つ、これは大した要素にはならないと思いますが、ドロップシップを最後に出たのがセンターなのを確認してドロップシップの、作業をして出たので、うん、センターもちょっと白目かなと思いました。うん、まあ、それはさっき O2 で私もセンターさんと二人きりになってるんでだいぶ白目かなって。なんかラスト真横だったなって。なんでセンターは狙いどころですよインポスターさん。なるほどね。やめて。お願い。死なないで。やめて。死なないでセンター。ああ、万人作戦が見えるんでしょうか。これでセンターで俺殺されたらめっちゃ笑うんだけど。ぶっ殺してやれ。俺にその能力はないんだがな。対策コミュニケーション入れば殺されない？クールタイム的に。ピンク。で、これ今開けたぐらいだよね、多分ね。チキンゲン。大丈夫だ。むずこのメロ。楽しい。ゲームあるね。そうか、アドミンで確認すると時間もかかるのか。え、嘘、待って。ん、あれ、え、嘘レイさん見た本当だよ。いや、あの
今私の心境をちょっとあの聞いてください。あの、はい、心電図見て、あ、誰も死んでね、これ今押したらめちゃくちゃ白くねと思って押したら今直前で、じゃあほんと直近ってことじゃね、ほんと直前じゃねえか。え、あのごめんなさい、ザチキンさんの動き教えてもらってもいいですか。ザチキンは初手ウェポンに行きました。ウェポンでゲンさんと一緒に、中点がやってます。直前はエレクトリカルで、そろそろ停電の季節やろうと思って停電待った後ドロップチップの下あたりでテラゾーさんとすれ違ってます。その後実験、ラボに入って、試験管やった後スキャンしようとしたらなりました。あ、じゃあラストあたりで誰か会ってますか。ラストは誰も会ってないです。あの今私ザチキンさんがエレクトリカルの前でなんか門番してるの見たんですよ、うん、はい、それはなんかやってるって思ってチラって見て、あ、まあいいやほっとこうって思って下降りてったんですよ、うん、で下からゲンさん来たんですよ今、じゃあ、エレクトリカル方面に向かってたのはテラゾーさんです。いやいやいや、俺はその後下に向かってますよ。そこは分かんないですけど、左側に向かって下からっていうのは、あのね、今いい、あの女性室の左下が今プシューって言って誰かが標本室に向かっていくっぽいのが見えてます。そこまで見てるんで、その人は名乗り上げてください。ああ、それテラゾーさんだったですね。そしたら俺です、黒の子。はい、そこにいます、今アドミンで。そのままああ、そう、女性室のね、扉が閉まってチラチラしてるの見えたんですよ。アドミンの下の方の女性室、ね、そうです、そう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 。あの、ゲンさんが下から見えたっていうのはどこ、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 どこ。ボイラーの上の通路です。ボイラーの上の通路、エレクトリカルの左の。O2 の横です、右横の通路を私多分ゲンさんと上下に交差したんですよ今、うん、で上に行って、で上エレクトリカルにザチキンさんおったよなって思って、で下のタスクやってから、いやどっちか死ぬとかまあないよなって思って上見に行ったところでなってゲンさんが死んでて、僕もねゲンさん死ぬ直前のゲンさんを見たって、僕そのちょっと前にゲンさん見ました、 O2 の付近で、だから合ってますね。じゃあ位置はザチキンさんが怪しいな、怪しい。ナイトメアさんは実験所の方で見てるので、そうね、ラボラトリーにいたんで。使っても難しいと思います。2人で動いた、秋風さんとタツキ。OK です。よし。じゃあ、辺は多分、最後できるよね。で、死にがちなところに。で、何やっけ、連打、あ、連打遅いのバレちゃう、あ、FPS でタップ打ち弱いのバレちゃう、誰も死なねえな。死んでくれよ、誰か見せてくれよ、死ぬ瞬間をよ。終わらせるか。めちゃくちゃペース良くない？今レシーさん死んでる？レシーさんが死んでる。レシーさんが死んでる。が死んでいる。今のボタンは死んでる確認ボタンですか？そう、とりあえず時間経ったから。うん、ごめん、死んでるとか見なかったの？見てない。見てないボタンですか？見てないボタン。あの一つ言うんですけど、死んでる場所は僕知ってます。黒の子です。はい、ウェポンの入り口で死んでて、リポートをする前にウェポンの奥まで見ようと思った瞬間に、あのボタンが鳴らされたんですよ。うん、うん、うんうん。っていう感じなんで、ウェポンの入り口でレイシーさんが死んでます。見えたってこと？あ、レポートのボタンか。レポートも出てたってことね。レポートも出てて、いや死体も確認したんですよ。で奥の方に隠れてたら嫌だなと思って、うん、それ確認しようと思ったらボタンが押された感じです。ウェポンの入り口か。だったらナイトメアさんありえるな。先端さんと多分僕停電の後だったからボタン押そうと思って行った時にオフィス入るタイミングで多分先端さんとすれ違ったよね。すれ違いましたね。私直前まで死んでず見てて誰も死なねえから、
あの、オフィス下のタスクやり行ったんですよ、ベント前の。で、その瞬間に、その出る瞬間にナイトメアさんとすれ違ったんで、そう、だから一応、位置的には、すれ違った場所と向きを、入り口、オフィスの下のドア。オフィスに入る入り口のと、うん、と思う。ベントの下、オフィスのベントの下の入り、うん、ドア。ナイトメアさん、ボスまでの動きを知りたいっす。あの、ナイトメアさんとレイシーさんが、右側に、エレクトリカル直してから流れてたの見てるので、そう、僕エレクトリ、エレクトリカル出て、コミュニケーションズのタスクやって出て、もうそろそろ時間かなと思ってオフィスに向かって、下行けし全然あると思うんですけど、どうですか、うん、僕視点も一応その、ウェポン前で下へ用ナイトメアさんが見てない、見てないね俺は、ってのがであれば、センターさんか黒猫さんのどっちかかな、僕だとすると。そうなる、センターは出る側だったんだよね。うん、出る側。だからナイトメアさんだね、これね。入れるわ。で、あれば、クロノコアットタスク1個だけなんで、ナイトメアさんについてくっても大丈夫ですか、うん、いいっすよ。じゃあ、ついてきてください。センターも怪しい位置なの、ナイトメアさん的には。どう、まあ、とりあえずすれ違ってるからね。うん、で、センターさんは僕にしかフォーカス向けてきて、ね、ないから、うん。ナイトメアさんだと思ってます。おらおらおら、回れ回れ。で、黄色。これさ、ネズミ見るのがいいのかな。ついていった方が良かったか。他ナイトメアさんついていくのが一番良かったかな。ロノカさんが殺した可能性もあるもんね。ブドウの男、先端恐怖症。医療困難な。切り替えた瞬間とかじゃないよね。多分リアルタイムでこれ更新されますよね。リアクターなった。リアクターなっても死んでない。これさ、動揺とかでさ、これインポスターの背景が実は心拍数高くなってるとかない。死んだ、オレンジ。コミュニケーションだ。なるほどね。場所はどこですか、はい、あ、私が押してるね。何してんの、どういうこと。え、場所はどこですか。いや、でも多分分かってますこれ、犯人が。あ、どういうこと。あれだ、分かった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 。コミュニケーション、ね、ずっと心理図見てたんですよ。うん、で、最後の停電の時にオレンジが死んだんで、で、コミュニケーション一人いたんですよ。うん、だから、連打しながらコミュニケーションの方向かってたら、多分窓から見えたのかな、多分死体が。で、レポートが反応したって感じだと思う。黒猫くんが言いたいこと分かってて、僕、黒猫に。コミュニケーションの左回りからっていう感じですかね、ナイセンターさんは。ん、コミュニケーションの左側ら辺歩いてました。いや、オフィスから、から心電図から最速で向かった、コミュニケーションに。コミュニケーション内にいるってこと、そう、可能性が高いってこと。ただその直前までナイトメアさんとマイコちゃんと黒猫でいたんですけど、ナイトメアに、あの、黒猫くんがついてくるって言ってたんだけど、なぜか知らないけどめっちゃマユコさんもついてきてて、うん、で停電が鳴ったタイミングで僕タスクやってたから出遅れて、エレクトリカルに多分寺蔵さん誰か多分、ま、先に黒猫くんが向かってて、うん、エレクトリカで入る前の扉で扉閉められて、あの、うん、カチャカチャやっててる間に多分直って、多分黒猫さんと寺戸さんが出てきたんじゃなかったかな、うん、先に俺が入ってたエレクトリカルは、うん、扉が閉まる直前に俺もエレクトリカルに入った。僕はそれで扉に、あの、閉じ込められて入れてなかったっていう状況、感じ的には。うん、でもあの状況で多分殺せるのってナイトメさんぐらいしかいないんだよね。
どうかな、だから黒猫くんが先に行ってるんだったら、真由子さんの方がでも先に俺先導してたと思ったんだよなと思って。俺がタスクやってて、先に真由子さんが動いて、黒猫くんが動いてたような気がする。俺が今回は、今回夏目屋さんじゃない気がする。もう一人だと思う。もう一人、うん、でも絞れないから、これ処刑しなきゃいけないでしょ。僕、夏目屋さん入れるわ。黒猫さんじゃ絶対ないと思ってるから。とりあえず夏目屋さん入れるわ。夏目屋さん入れる。マジで入れた。一緒にいた。でただ対抗位置が先端だから先端ローラーしないと不安なんだけど、どう思うみんな。タスク終わってますよ。タスク終わってる、タスク終わってる。出て行ってもいいよ、誰かに。タスク終わってない人、あと1個だと思う、はい、1個です、あと1個です。終わった今、今ちょうど終わらせようと思ったらなったんで、うん、秋風さん、秋風さんじゃない？終わると思います。秋風さんじゃない？ゲージ進まなかったよ、1個も。違う、あのマップから落ちたっていう、いや、なんなら多分あ一番早く終わろうと思ってたんですけど、その前に押されちゃったんで終われなかったっていう。もうどこ のあのタスクか言っていいと思う。あ、じゃあコミュニケーションです。コミュニケーションってどういうタスク？Wi-Fi のやつですね。上げて終了す。あ、いや、上げて終了のやつ。あ、じゃあもう終わりだから、もう殺さなくてすらいいと思うけど。うん。うん。ナイトメアセンターがつなぐのどちらかで、ザチキン焼き風のどちらかだと思ってたから、先端釣ろうと思ったけど、そうしなくても勝てそうな気がするな。うん。ラスイ、ラスイしちゃったんでいいと思います。なんてか、私、クールタイム中に終わっちゃうと思う。私、どの容疑かかってるわけ？容疑っていうか、なんか寺蔵さんがナイトメアセンターが対立してるからって。対立してるか。でも寺蔵さん自身はさ、右から出てきた僕とナイトメアさんが左から入ってきたっていうので納得したんじゃなかった、ナイトメアさん側に。結局さっきのレイシーさん殺しでの容疑の話なのではっていうことですよね。そうで、1個も、コミュニケーションに関してはセルフレポートってこと？コミュニケーションがどの容疑にもかかってないはずだけど、対立はしてるけど、明らかにナイトミヤさんに寄ってるはずだったんだけど、急に。うん、いや、もうそれでも勝てるからいいかなとは思うけど、ナイトミヤさんじゃなかったとしたら、もうそこで交差したセンターしかないかなって思っちゃった。どう？ああ、家庭の話ね。じゃあ、終わってない人誰かつくわ。釣らない選択でも、待ってればいいって話じゃなかったでしたっけ？待ってればいい。あ、待ってればいいの？もう、それぞれがやりに行けばいいのか。うん。ああ、じゃあ、待って。1個だけなら多分、ほんと来るタイム前に終わっちゃうと思う。ああ、オッケー。多分、ナイトメアさんだったと思うから、センターまで釣らなくていいと思う。うん。扉開けるの手伝うわ。これは行った方がいいね。さすがに。うん。これ俺だけだったもしかし。え、そうね。あと一個だからもう。秋風さんだ。そう、タスク勝ちなんだよね。これは。秋風さんだけっていう話だったんだ。秋風さんこれこれ。うん？秋風？私ナイトメアです。ああ、ね、出たな。秋風さんか。へえ。いや、僕がね、死体消しに走ったタイミングでね、死体を見られた時点でもう僕は無理だったなと思った。いや、ちょうどタイミングよくレイシーさん死んでんなと思った。あれがなかったらもうちょっとな。いけたね。僕が殺した場所が悪かった。やっぱりあのね、秋風さんが我慢するのね、きついわ。なんか、村側にとってきつい行動だから、やっぱ、サクサクって殺さずに、待機して仲間に任せるって方がいいと思う。仲間が捕まるまでは。ああ。うん。私何もしてないですだから今。僕全部源さんもレイシーさんも僕が殺してるからね。そう、はい、相方1キルもしてないのかなって思いながら見てました。何が悲しいって、本当1キルもしてないのにいつも最初に疑われてるのが怪しい行動してました。いや
もうメッドベイで何度も何度もザチキンさんと秋風さんが2人いるところを往復しまくったけど、殺さねえなー絶対ここに一郎いるのになーって思いながら何度も往復したんですもん、どうせ。だから僕も黒猫さんに疲れた時点でどうするかな、秋風さんの方のグループによってってダブルキルするしかない、ね、単純になんでマユコちゃん本当に来たんだろうとは思った。そう、え、あれタスク終わってたから行っただけだよ。うん、あの3人いると本当ああいう時にバチャバチャしちゃうから結構厳しいなと思って。だからもう停電、あのひたすらあの水のタスクやってるふりしながら停電起こして、うん、あのどさくさに紛れて、あ、真由子さんの方が先に行った、あって黒の猫さん追い越した、今だったらやれると思って殺してるから、うん、で停電のところに行こうとした時点で扉閉められたから、ここで閉められたら俺遅れてきたって言われるじゃん、無理じゃんって思いながら泣いてた。泣いてた、泣いてた、泣いてた、泣いてた。秋風さんは誰かとペアで動いてたんでしたっけ？ザチキンさん。最初の容疑がでもめちゃめちゃ、私ナイトメアさんとやって殺したのかわかんないぐらい、ザチキンさんじゃねえって思うぐらいマジでびっくりしました。なんでモンバーン？あのゲンさんは僕あのね本当にね、ラボラトリーから出てストレージで張っていって入ってきた瞬間に殺しました。タイミングがもう悪すぎました。あそこやっぱり殺されるとなかなか見つからないですからね。すぐレシーブがあったので場所は余計わかんなかったと思いますね。でその時点であのラボラトリーでテラゾーさんとかと散々すれ違ってるから僕、うん、だからザチキンさんと秋風さんが最初に操縦に上がっちゃうのはしょうがないです。もう殺される位置が、まあ、っていうかこのマップ自体が結構いろいろあったと思うんですが、うん、いや秋風さんもう狼続いてるから少しでも怪しい行動すると多分捕まるなと思ったから僕が殺さなきゃと思っていっぱい殺してたんだけど、ありがとうございましたって本当何もしてないですよ私。ただ僕が、うん、あのね、死体消しを、死体消しをね、あの、黒猫さんに見られた時点でアウトだったね。あれが全てだった。あれで死体位置が分かんなければ、逃げ切れたと思う。うん、確かに、うん。確かに。ナイトメアさんでも3キルなかった。3キルエスしてる。この最終位ですか、うん、素晴らしい。ナイトメアさんが殺してそうなタイミングにすれ違ったり、見たりはしてるんですけど、全部黙ってはいるんですよ、毎回。静かに。で、うん、